潜在写真だと大体いつも真ん中に立っている男です。花子秋山博己のレコメン。文化放送からお送りしている花子秋山のレコメン、この後はキスマイフット2キスマイレディオをお届けします。今週は横尾くんが担当です。それではお願いします。東京都アミさんからもらったありがち横尾。質問メールを読むとき、質問より後の文章を駆け足で読みがち。横尾さんは質問メールを読む際、横尾さんへの応援メッセージなど書いてある後半部分をものすごいスピードでサクッと読み上げて、すぐに質問に答えることが多い印象があります。質問されたことにすぐ答えたくなるのか、それともご自身で応援メッセージを読み上げることに照れているのかなと気になっていました。実際はどっちなのかな、教えてもらえたら嬉しいです。ツアーの名古屋公演、普段とは違う環境で気配りができて頼りになる横尾さんの姿をたくさん見れることができました。キスブサでの抜き打ち、お題へのスマートな対応などを思い出して本当に素敵な人だなぁと心から思いました。サンキュー。この先も楽しく応援していきますので、どうぞよろしくお願いします。このブロックは駆け足で読み上げる部分だろうなと思いますが、どうでしょうか。うん、今回は駆け足で読みがちって言われたので今ゆっくりで読みましたけども、違うよ、質問だから聞いてる皆さんもそうだけど、質問内容と答えだけでいいのよ。はい、他は僕だけが分かればいいと思ってるから、うん、そういうこと。キスマイレディオ始まるよ。こんばんは、キスマイフット2の横尾渉です。文化放送から全国の皆さんに向けてお送りしますキスマイレディオ、今夜は横尾渉のソロラジオでお送りします。ちなみに僕の次に担当するのは藤ヶ谷さんだそうです。藤ヶ谷さんのソロラジオ宛てのメールもお待ちしておりますよ。はい、テンションがおかしいです。はい、ここで、恒例の近況トークのお時間です。ドームツアーが終わってメンバーそれぞれ頑張っていますね。頑張りすぎでしょう。せんちゃんはドラマがありましたね。はい、タマさんはドラマ放送中プラスまだ撮影もしてるのかね。藤ヶ谷さんもね、映画公開してますね、傲慢と善良ね。あの本屋さん行くとね、なんか絵みたいなポスターが貼ってあって、写真撮ってなんかで使おうと思ったんだけど、これって多分いけないんだと思ってすぐ消しました。はい、なんか著作権とかいろいろあると思って、あと撮るのもいけないのかなって急に思っちゃって消しました。すいません。あと宮田さんね、声優アニメね、筋肉マンヴァンガード、筋肉マンやってます。ブラックホールでー、わかんない、わかんないよ、ごめんなさい。ちょっと寝てる時間帯なので見れてないんですけど、すいません。はい、でもね、最近ちょっとね、変な夢ばっか見るんですよ。夢の中で金縛りやってるの分かってんの、これすごくないですか。もう慣れっこ、金縛り慣れっこだったから、久しぶり、何年ぶりに金縛り、ここ何回もかかってるんですよ。まあ悪夢よく見るんですよ最近。ということでね、ここで一曲いきたいと思います。キスマイフット2で悪夢。改めまして、キスマイフット2の横尾渉です。文化放送から全国の皆さんに向けてお送りしますキスマイレディオ、番組に届いたお便りを紹介するキスマイメッセージのお時間です。その前に先週担当の宮田さんからメッセージがあります。料理をする上で一生塩を使えない、一生醤油を使えない、どっちがいいとのことです。一生使えない方を言うんだよね、塩。うん、僕は料理あんま塩入れないっす。うん、もちろん味を整えるとかで塩使いますけど、ぶっちゃけ塩使わなくても食べれるもん。でも醤油は入れたいね。うん、だってさ、醤油とかさ、味噌とかってもう塩味あるし、うん、他で補える。でも醤油は補えない。うん、塩入れすぎちゃうとね、ちょっと健康にも悪いしね、ちょうどいい量がいいね。うん、あんまね塩入れないんですよ。だからね、バランス悪いんですよ多分俺の料理。
でも俺が食べるから別にいいんだって。だから誰かに料理するときは塩入れますよ。ちゃんと。俺のときは入れないです。以上です。あ、これやべえ、普通オタメールだと思った宮田からのメールだった。今以上記載メッセージのコーナーでしたっていうの。ごめんなさい。メールですね。はい。ラジオネームちまさんからですね。横尾さん、こんばんは。いつも楽しいラジオありがとうございます。先日の10万円でできるかなのみやぞんさんとのロケがとっても楽しかったです。サンキュー。みやぞんさんとの歌と伴奏に合わせて踊ったり、お昼ご飯うどんを買いに行ったらそばだったり、ランプが光ってもご飯食べ続けたり、みや横ぞんのナイスコンビぶり最高でした。放送後 X でみやぞんさんが横尾さん大好きになりましたとポストされててすごく嬉しかったです。みやぞんさんもワンちゃんを飼われていて愛犬家なんですよね。ロケ中ワンちゃんを見つけるたびに二人揃ってニコニコ顔で吸い寄せられていく姿にほっこりしました。みやぞんさんとの初ロケはどうでしたか。仲良くなりましたか。どんな話しましたか。ロケの裏側を聞かせていただいたら嬉しいです。リーゼントもすごい似合っててかっこよかったです。いや、みやぞんさんとはですね、すっごい楽しかったよ。うん、ずっとふざけてんだもん、みやぞんさん。なんかすげえ降ってくるし、サングラスかけたらなんか相川翔さんとかなんか急に降ってくるんですよ。怖い。いや、待ってるところで、でも一番怖いのが編集、全カット。みやぞんさんとずっとねふざけてたの、二人で全カット。びっくり。これみやぞんさんも言ってた。すっごいね、全部カットされてたねって。2人でその話もしました。うん、ロケ後にお会いしまして、はい、お仕事で、うん、まあそれはね、いつかねこう見たら、ああこれだったんだっていうのは分かると思うんで、それまで楽しみにしててもらいたいんですけど、すごい仲良くなりましたよ。いい方、ずっと笑顔だし文句言わないし、うん、俺だけだって文句言ってたの。愛される理由が分かります。なんかね、勉強になりました。なんか宮っちみたいだった、宮田みたいだった、うちの。うん、また一緒にお仕事したいです。てか俺はもう10万円でできるかのロケはみやぞんさんとしか行かない。それはもうスタッフさんに言いました。これはわがまま、分かってますよ、わがまま。でもこのわがままを通す。うん、すっごい楽しかった。でもチャンカイさんが来たらもう分かんないよね。チャンカイさんもねめっちゃ面白いしやりやすいんだよね。鈴木拓さんが来てもいいよね。いや俺ね、すごいんだよ、俺1対1でロケする人って絶対に相性がいいの。勝手に俺が持ってるだけかもしんないけど、すっごいやりやすい。またやりたい、このお三方プラスまた新しい人でもいいんですよ。でもまた一緒にロケ行きたいと思ってます、皆さんさん。はい、続いて北海道脇さん、横尾さん、こんばんは。こんばんは。10月に入り、私が住む北海道では朝晩の気温がぐっと下がり、紅葉が進んできました。私は暑すぎず寒すぎず、春の雪解けで足元が汚れるわけでもない秋が1年の中で一番好きなのですが、横尾さんは一番好きな季節はいつですか。どの季節もいいよね。そう、四季はそれぞれ良さがある。冬は雪が降り、春は桜が咲き、夏は甲子園があり、秋は食欲の秋。どれもいいよね。なんかね、出てこなかった。海水浴、僕行かないんで。なんだろうね、別にこれが好きっていうのはないな。もう本当それぞれの良さがある。多分マキさんが北海道の方なんでね、雪が降って寒い、すごい寒いとかさ、その雪で滑っちゃうとか、雪解けで靴が汚れるとかですけど、東京関係ないよね。どの季節、季節が嫌だ。うん、なんだろうな、ヒーといえば夏。なぜかっつったら室内が寒すぎる。うん、人工の寒さは苦手、自然の寒さは平気。何なんだろうね。うん、でもどの季節も好きですよ。でも今後わかんないですよね。来年の夏またすごい暑いかもしれない。もしかしたら元に戻るかもしれない。なんかあれでしょ、今その現象的になんとか現象とかで暑くなる側にいるんでしょ、日本が。これがまた変わる時期があるんだってね。ラニーニャの反対があるんだよね。
うん、ラニーニャ現象の反対があってそっちは寒くなるんだって確か。ごめんなさい嘘言ってるかもしれない。うん、ニュースでウルオバ諸説ありますって、旅行諸説ですってしといてください。なんで変わる時期があるみたいですよ。うん、なのでね、まだまだねどうなるか分かんないですけどね。でもね、秋が一番いいよね。なぜなら金木犀の匂いがいいよね。うん、秋の食欲、それね次の回でねあるの、食欲の秋が来週喋るんで、よければ聞いてください。以上、キスマイメッセージのコーナーでした。文化放送から全国の皆さんに向けてお送りしましたキスマイレディオ。ここでキスマイフット2からのお知らせです。キスマイフット2のライブ DVD& ブルーレイ4 Dear Life が現在発売中です。番組では皆さんからのメールをお待ちしております。アドレスは kiss@joqr.net kis@joqr.net です。今夜もそろそろお別れのお時間ですが、と言ってるんですが、ちょうど今撮ってるのが午前中なんですね。で、僕から見るとちょっとロビーのテレビが見えてまして、ドジャース戦がやってるんです。ちょっと気になってしまって、すいません。ちょっと終わったらちょっと続報を見たいと思っております。ではね、大谷さん山本さんも頑張ってますし、どうなることやら楽しみです。はい、文化放送から全国の皆さんに向けてお送りしましたキスマイレディオ。それではまた来週火曜深夜12時過ぎにお会いしましょう。バイバーイのバイ。旅行くんありがとうございました。ポスターのねお話もありましたけど、難しいですよね。どこまで写真とかってあげていいのか、著作権とかマナーとかね。メンバー、僕も自分のやつなんですけど、エッセイに、人前に立つのは苦手だけどという名前のエッセイを出したんですけど、すっごいちっちゃな小ぶりなエッセイ本でして、本屋みたいな本棚エッセイコーナーにバン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 ってエッセイあるのが、ちょこんとこの押しつぶされそうに並んでたんですよ、自分のエッセイが。そう、面白くて写真撮って、なんかポストしようとしたんですけど、あれこれなんか怒られるんかなと思って、僕まんまそれと同じ絵を描いてあげました。それでルールをかいくぐれてるのかわかんないけど、わざわざその絵を描きました。わかんないですね、どこまでがいいのか。ということで、キスマイレディオ来週もよろしくお願いします。改めまして、キスマイフット2の横尾渉です。文化放送から全国の皆さんに向けてお送りしますキスマイレディオ。番組に届いたお便りを紹介するキスマイメッセージのお時間です。その前に先週担当の宮田さんからメッセージがあります。料理をする上で一生塩を使えない、一生醤油を使えない、どっちがいいとのことです。一生使えない方を言うんだよね、塩。うん、僕は料理あんま塩入れないです。うん、もちろん味を整えるとかで塩使いますけど、ぶっちゃけ塩使わなくても食べれるもん。でも醤油は入れたいね。うん、だってさ、醤油とかさ味噌とかってもう塩味あるし、うん、他で補える。でも醤油は補えない。うん、塩入れすぎちゃうとね、ちょっと健康にも悪いしね、ちょうどいい量がいいね。うん、あんまり塩入れないんですよ。だからね、バランス悪いんですよ、多分俺の料理。でも俺が食べるから別にいいんだって。だから誰かに料理するときは塩入れますよ、ちゃんと。俺のときは入れないです。以上です。あ、これやべえ、普通オタメールだと思った宮田からのメールだった。今以上キスメッセージのコーナーでしたっていうの、ごめんなさい、メールですね。はい、ラジオネームちまさんからですね。横尾さんこんばんは、いつも楽しいラジオありがとうございます。先日の10万円でできるかなのみやぞんさんとのロケがとっても楽しかったです。サンキュー。みやぞんさんとの歌と伴奏に合わせて踊ったり、お昼ご飯うどんを買いに行ったらそばだったり、ランプが光ってもご飯食べ続けたり、みや横ぞんのナイスコンビぶり最高でした。
放送後 X でみやぞんさんが横尾さん大好きになりましたとポストされててすごく嬉しかったです。みやぞんさんもワンちゃんを飼われていて愛犬家なんですよね。ロケ中ワンちゃんを見つけるたびに2人揃ってニコニコ顔で吸い寄せられていく姿にほっこりしました。みやぞんさんとの初ロケはどうでしたか？仲良くなりましたか？どんな話しましたか？ロケの裏側を聞かせていただいたら嬉しいです。リーゼントもすごい似合っててかっこよかったです。いや、みやぞんさんとはですねすっごい楽しかったよ。ずっとふざけてんだもん、みやぞんさん。なんかすげえ降ってくるし、サングラスかけたらなんか相川翔さんとかなんか急に降ってくるんですよ。怖い。いや、待ってるところで、でも一番怖いのが編集、全カット。みやぞんさんとずっとねふざけてたの、二人で全カット。びっくり。これみやぞんさんも言ってた、すっごいね全部カットされてたねって。2人でその話もしました。ロケ後にお会いしまして、はい、お仕事で、まあそれはねいつかねこう見たらああこれだったんだっていうのは分かると思うんで、それまで楽しみにしててもらいたいんですけど、すごい仲良くなりましたよ。いい方、ずっと笑顔だし文句言わないし、俺だけだったよ文句言ってたの。愛される理由が分かります。なんかね勉強になりました。なんか宮地みたいだった、宮田みたいだった、うちの。また一緒にお仕事したいです。てか俺はもう10万円でできるかのロケはみやぞんさんとしか行かない。それはもうスタッフさんに言いました。これはわがまま、分かってますよ、わがまま。でもこのわがままを通す。すっごい楽しかった。でもチャンカイさんが来たらもう分かんないよね。チャンカイさんもねめっちゃ面白いしやりやすいんだよね。鈴木拓さんが来てもいいよね。いや俺ねすごいんだよ、俺1対1でロケする人って絶対に相性がいいの。勝手に俺が持ってるだけかもしんないけど、すっごいやりやすい。またやりたい、このお三方プラスまた新しい人でもいいんですよ。でもまた一緒にロケ行きたいと思ってます、みやぞんさん。はい、続いて北海道マキさん、横尾さんこんばんは。こんばんは。10月に入り私が住む北海道では朝晩の気温がぐっと下がり紅葉が進んできました。私は暑すぎず寒すぎず春の雪解けで足元が汚れるわけでもない秋が1年の中で一番好きなのですが、横尾さんは一番好きな季節はいつですか？どの季節もいいよね。そう、四季がそれぞれ良さがある。冬は雪が降り、春は桜が咲き、夏は甲子園があり、秋は食欲の秋。どれもいいよね。なんかね出てこなかった、海水浴。僕行かないんで。なんだろうね、別にこれが好きっていうのはないな。本当それぞれの良さがある。多分マキさんが北海道の方なんでね、雪が降って寒い、すごい寒いとかさ、その雪で滑っちゃうとか雪解けで靴が汚れるとかですけど、東京関係ないよね。どの季節、季節が嫌だ。なんだろうな、日といえば夏。なぜかっつったら室内が寒すぎる。人工の寒さは苦手、自然の寒さは平気。何なんだろうね。でもどの季節も好きですよ。でも今後わかんないですよね。来年の夏またすごい暑いかもしれない。もしかしたら元に戻るかもしれない。なんかあれでしょ、今その現象的になんとか現象とかで暑くなる側にいるんでしょ日本が。これがまた変わる時期があるんだってね。ラニーニャの反対があるんだよね。ラニーニャ現象の反対があってそっちは寒くなるんだってよ確か。ごめんなさい、嘘を言ってるかもしれない。ニュースでうるおば諸説ありますって、旅行諸説ですってしといてください。なんで変わる時期があるみたいですよ。なのでね、まだまだねどうなるか分かんないですけどね。でもね秋が一番いいよね。なぜなら金木犀の匂いがいいよね。秋の食欲、それね次の回でねあるの、食欲の秋が来週喋るんで、よければ聞いてください。以上、キスマイメッセージのコーナーでした。
文化放送から全国の皆さんに向けてお送りしましたキスマイレディオ。ここでキスマイフット2からのお知らせです。キスマイフット2のライブ DVD& ブルーレイフォーディアライフが現在発売中です。番組では皆さんからのメールをお待ちしております。アドレスは kiss@joqr.net kis@joqr.net です。今夜もそろそろお別れのお時間ですが、言ってるんですが、ちょうど今撮ってるのが午前中なんですね。で、僕から見るとちょっとロビーのテレビが見えてまして、ドジャース戦がやってるんです。ちょっと気になってしまって、すいません。ちょっと終わったらちょっと速報を見たいと思っております。ではね、大谷さん山本さんも頑張ってますし、どうなることやら楽しみです。はい、文化放送から全国の皆さんに向けてお送りしましたキスマイレディオ。それではまた来週火曜深夜12時過ぎにお会いしましょう。バイバーイのバイ。横尾くんありがとうございました。ポスターのねお話がありましたけど、難しいですよね。どこまで写真とかってあげていいのか、著作権とかマナーとかね。メンバー、僕も自分のやつなんですけど、エッセイ、人前に立つのは苦手だけどという名前のエッセイを出したんですけど、すっごいちっちゃな小ぶりなエッセイ本でして、本屋みたいな本棚エッセイコーナーにバン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 ってエッセイあるのがちょこんとこの押しつぶされそうに並んでたんですよ、自分のエッセイが。そう、面白くて写真撮って、なんかポストしようとしたんですけど、あれこれなんか怒られるんかなと思って、僕まんまそれと同じ絵を描いてあげました。それでルールをかいくぐれてるのかわかんないけど。わざわざその絵を描きました。わかんないですね。どこまでがいいのか。ということで、キスマイレディオ来週もよろしくお願いします。